はい、アウトにする意思を持った牽制だ。走者を釘付けにするぞ。ポイントは3つだ。1つ目は軸足のかかとを上げると同時に右足を軸に体を回転させ左足で地面を蹴るんだ。2つ目、肩と腰を一緒に一塁方向に向けて体全体でターンをするんだ。3つ目、素早く利き手を耳元に持ってスナップスローをするんだ。こんな感じだ。